ミノミュージックへドミノです。本日もですね、邦楽通史の解説、やっていこうと思うのですが、こちらにあります私の書籍、日本の歌、音楽と楽器と芸能にまつわる邦楽通史、こちらを用いてですね、邦楽通史の解説動画シリーズを制作しております。本動画がシリーズの第16弾となります。で、今回語っていくのがシティポップですね。シティポップがどのように生まれたのか、はい、そして筒美京平とかもね、ちょっと触れていきたいと思うんですけども、シティポップの成立の背景を説明する上で、ここでもちょっとくどいかもしれませんが、ビートルズが設定した2つのミュージシャンの創作姿勢のハードル、これをね、用いて解説していきたいと思います。ビートルズ以降のミュージシャンたちが超えなければいけなかったハードル、1つ目がまず自作自演での活動ですね。自分たちで曲を作って自分たちで歌う。そしてもう1つが、コンセプトアルバム以降のアルバム制作の姿勢、つまりアルバム全体で、作品を聴かせるアート思考の強い、創作姿勢といいますか、この2つをみんな目標として頑張っていたんですけども、一方で GS で自主性の獲得というところで、まあ、挫折体験をしてしまった国内の、ロックミュージシャンたち、まあ、2つのこのハードルをなかなか超えられない、あるいは超えようとするんだけども、どうしても音楽がちょっと難解でアングラなものにとどまってしまうみたいな構図があったんですが、キャロルがですね、2つ目のハードル、つまりコンセプチュアルな作品を作らなければいけないという前提をもう無視して、コンパクトでキャッチーなロックをやればいいじゃんみたいな、まあ、ある種先祖返りみたいな活動をね、打ち出したんですけども、シティポップもある種キャロルとちょっと僕ね、共通したところから出発していると思うんですよ。まあ、そのあたり見ていきたいんですが、まあ、やっぱり起点として語らなければいけないのは大滝詠一なのかなと思っています。ハッピーエンドの活動中にソロ活動を開始するんですけども、ここで大滝詠一が、打ち出した音楽性は、まあ、自分のルーツである、50年代から60年代の、まあ、アメリカンポップス、これに影響された内容を、発表するんです。まあ、つまりオールディーズですね。で、ハッピーエンド時代のさ、音楽性って、バッファロー・スプリングフィールドとか、モビー・グレープとか、ああいったのに影響を受けた、まあ、ウエストコーストサウンド的なさ、フォーキーなロックの香りが強く漂うものだったじゃないですか。で、あれって、実は、大滝詠一のキャリアの中で見ると、すごく特殊な音楽性というか、本当にあの時期ぐらいしかああいう音ってやってないんですよね。まあ、それは他の3人のメンバーの影響とかもね、色濃くあったと思うんですが、ここでオールディーズに先祖返りすると。で、これどういうことかというとですね、まあ、オールディーズってやっぱ3分ぐらいのコンパクトな曲が多い。ビートルズのサージャントペパーズ以前のやっぱシングル主体でコンパクトに楽曲をポップに楽しめばいいじゃんみたいな感覚、あそこに大滝詠一は帰るわけですよ。アルバムをトータルで聴かせようとする姿勢をしかとするっていう意味では、大滝詠一はキャロルと共通していたと言えることができると思うんですよね。で、大滝詠一なんですが、75年に自身のレーベルナイアガラレコード設立します。さらに同年、大滝自身が MC を務めるラジオ番組ゴーゴーナイアガラの放送が開始。で、この番組内でですね、国内外の大衆音楽を体系的に評論する活動を旺盛に行います。はい、評論家としてのね、大滝さんの活動も無視できない。で、この時期に大滝詠一たくさんのね、魅力的な作品を出しているんですが、あの商業的な成功とは結びつきませんでした。まあ、一部ね、彼のラジオだったりも含めて、大滝詠一の作品を愛好する通称ナイアガラと呼ばれるね、熱狂的なファンは生まれるんですが、この時期の大滝さんは、商業的な部分ではマイナーな成功にとどまりました。ただこのナイアガラレコードからですね、めちゃくちゃ伝説的なグループがデビューします。ナイアガラレコードの設立の年、レーベルのね、第1弾のアルバムを発表したアーティスト、これがシュガーベイブなんですけども、まあ、メンバーが、まあ、山下達郎だったり大貫妙子だったり、はい、本当にね、後のシティポップのシーンをねリードしていくミュージシャンが在籍しているバンドなんですが、このねアルバムソングスはもう本当にエポックメイキングですよね。プロデュースは大滝詠一と山下達郎が担当。大滝詠一と山下達郎はね、師弟関係ですよね。もうデビューの時から、そういう関係性でした。で、シュガーベイブの音楽性もやっぱり大滝詠一的で、コンセプチュアルな作品、対策思考みたいな、ハードル、方向性は無視してコンパクトなポップスを楽しむみたいな流れ。シュガーベイブは特にビーチボーイズからの影響が強いんですね。ビーチボーイズとかのアメリカンポップスの影響に加えて、テンションコードを多用する
する都会的な作風。テンションコードってちょっと細かく説明するとややこしいんですけども、まあめちゃめちゃざっくり言うとジャズ風のちょっと複雑な響きのコードというか、ああいうのってね、歪んでるギターと相性が悪いんですね。歪んでるギターで、弾くとなんかもう音の粒がぐちゃっとなってあんまり綺麗に響かないんだけど、まあそういうコードを使ってる時点で、だから当時の流行してたハードロックとか、そういうのとはね、もう無縁の都会的な音楽性っていうのがね、伺えると思います。シュガーベイブも商業的な成功には至らなかったんですが、この作品を、シティポップの起点と位置づけることがまあ一般的なのかなと思います。で、このシュガーベイブのソングスのね、帯文、当時の帯文なんですけども、決定、ニューミュージックへの道、すべての音楽の進むべき道がここに見えたと、記述されているんですが、ニューミュージックって書いてあるんですね。まあだから要はニューミュージックのシーンの、まあ、一つのこの支流というか、いろんなね、音楽性を持ったミュージシャンたちがニューミュージックっていうね、ジャンルの下でこう並列化されている中の一組という感じの立ち位置でした。シティポップというね、言葉が登場するのは70年代の後半ぐらいで、まあ、80年代に入ってようやく一般的に使用されるようになるんですけども、まあ、つまりこのソングスが出た当時はシティポップみたいな言葉がそもそも存在しなかったということですね。シュガーベイブは、76年に解散してしまうんですが、在籍メンバーたちがね、後にシティポップのシーンをリードしていくのは皆さん知るところだと思うんですけども、加えてですね、ハッピーエンド、そしてティンパンアレー人脈、このあたりが結構シティポップの、まあ、黎明期の作品のね、制作に携わっています。まあ、例えば細野晴臣がプロデュースした吉田美奈子とか、松本隆がプロデュースしたね、南吉高とか、まあそのあたりですよね。シュガーベイブを解散した山下達郎なんですけども、76年に早速ソロのファーストアルバム、サーカスタウンを発表しています。で、こちらのアルバムがですね、全編海外録音、ニューヨークとロサンゼルスでレコーディングを行いまして、まあ、現地のミュージシャンを起用した意欲作となっています。山下達郎を筆頭として、まあ、シティポップのミュージシャンって当時の洋楽の最先端のね、シーンを解析して自分たちの音楽性に落とし込むみたいなね、ところがあると思うのですが、山下達郎のファーストアルバムからもうそういった傾向がね、あるのかなと思います。山下達郎の初期の活動は、まあ、なかなか大きな商業的な成功には結びつかなかったのですが、80年発表の5作目ライドオンタイムでチャートの1位を獲得しまして、まあ、妥協のない音楽性と商業的な成功をね、両立すると、まあそういった快挙を達成しました。ここでちょっとね、海外でのシティポップの再評価の流れもね、おさらいしておきたいんですが、2010年代に入りまして、YouTube 上で、まあ、脱法的にアップロードされた音源などにより、シティポップ海外での人気が沸騰します。まあ、2010年代の後半にはですね、山下達郎自身がプロデュースを務めた妻である竹内まりやの楽曲プラスティックラブがですね、YouTube のアルゴリズムの気まぐれによってですね、頻繁におすすめ動画に表示される現象が起きました。で、ここで海外のリスナーからシティポップが広く発見される事態となります。このプラスティックラブなんですけども、数千万3回再生をね、獲得しまして、まあ、このシティポップのリバイバルの中である種アンセム的なね、ステータスを獲得しました。山下達郎しばしばキングオブシティポップとね、海外で称されるんですけども、まあだから竹内まりやも含めて、夫婦ともどもシティポップを代表するアイコンとなったわけです。で、シティポップのじゃあ音楽性って何ぞやって言われるとね、これは結構一口で説明するのが難しいんですけども、まああえて説明をすれば、70年代初頭のウエストコーストのロックだったり、シンガーソングライターたちのこの爽やかな、サウンドに加えてですね、70、80年代にアメリカで流行した AOR、アダルトオリエンテッドロックだったり、あるいはソウルとかを中心としたジャンルを参照しています。まあ、さらにメロディーの部分は結構ね、歌謡曲の特徴も、まあ、折衷的に保持してるというか、必ずしも洋楽で流行ってるものをそのままコピーするというわけでもないということですね。まあ、他にジャズ、フュージョンだったりディスコとか、ボサノバとか、まあそういったね、ジャンルも結構好んで取り上げられますね。加えて、大滝さんのソロ、そしてシュガーベイブの頃から、見れる特徴だと思うんですが、60年代のアメリカンポップスを引用的に取り入れるケース。これも散見されます。歌詞なんですけども、まあシティポップっていうだけあって、都市的なテーマに加えてですね、リゾートとか、レジャーとか、まあ豊かな消費社会への憧れ、これを想起させる内容が数多く取り上げられました。まあ言ってしまったら、なんか日本の高度経済成長のサウンドトラックみたいなね、側面がありますよね。70年代は商業的な成功とは無縁だった大滝詠一なんですが、
81年、膨大なオールディーズの引用を脱構築的に散りばめたアルバム、A Long Vacation を発表しまして、まあこれが起死回生の大きな商業的な成功を収めます。まあこちらのアルバムをね、動画一本丸々使って全部解説している、やつもあるんで、よかったらそっちも見てほしいなと思うのですが、こちらの作品は60年代の前半にフィル・スペクターがやってたウォール・オブ・サウンド。つまりですね、もう一度に超大量のミュージシャンをスタジオにぶち込んで、一発撮りをさせて巨大な音の塊のような壁のようなサウンドを作ること、これウォールオブサウンドって言うんですけど、まあロンバケはある種大滝栄一バージョンのフィルスペクターを独自にアップデートして作った、ウォールオブサウンド的なシティポップと言えるのかなと思います。で、大部分の歌詞は松本隆が提供しているんですが、まあこちらのアルバムのやっぱり熱い点はハッピーエンドのメンバーが全員参加しているという点ですよね。解散後10年近く経って、まあここでみんなね、集結すると。結果としてロングバケーションは70年代の大滝栄一のこの実験的な作風がですね、緻密なポップスとして結実して、200万枚以上売り上げる大ヒットアルバムとなりました。今日的な意味でのシティポップのサウンドは大体このあたり80年前後に決定づけられたと、言えると思うんですけども、まあこのあたりがだからジャンルとしての黄金期と言えるのかなと思います。またね、シティポップって結構のんぽりな歌詞が多くて、なんかあんまりこの激しい歌詞がないというか、社会批判とかとは結構無縁なんですよ。だからまあある意味コマーシャルとかタイアップとかとの相性も良くて、数多くのタイアップ曲がヒットするというね、結果も生まれました。シティポップのね、作品のバックを務めたミュージシャンも、ちょっと注目していきたいんですけども、やっぱりね、ジャンルとして結構要求される演奏の技術が高いということもあって、割とね、ジャンル全体を見渡しても限られた数のスタジオミュージシャンが演奏しているような状況だったんですよ。まあ一部のトッププロが演奏を寡占していたということもできるかなと思います。まあこうした制作背景がある種シティポップのサウンドに共通しているこのニュアンスを与えているというか、そういうことも言えるのかなと思います。じゃあ今度、筒恭平についてね、話していきたいと思うんですけども、まあ、筒恭平と言ったら言わずと知れた、日本最大のヒットメーカーですね。作曲家の方なんですが、まあ、このあたりの時代になってきて、自作自演でヒットを飛ばすね、ミュージシャンが当たり前になってきても、やっぱりなんか日本ってイギリスとかアメリカと比べると結構分業制がね、根強く残っていたというか、まあ、それこそ今でも結構ね、その傾向あると思うんですけども、依然として作曲家、そして作詞家の力が強い、ということがね、言えると思います。まあその中でも筒恭平はもうダントツでヒットをね、放ちまくった、まあ最強の作曲家ですよね。この人ね、26歳でデビューして以降、生涯にわたって手掛けた楽曲なんと3000曲近く。やばいよね。まあ代表曲ね、上げていくとキリがないんですけども、ジュリオングの見せられてとか、尾崎清彦のまた会う日までとか、太田博美の木綿のハンカチーフとか、斉藤由貴の卒業とか、もう本当にキリがないですね。総売上なんですが、7560万枚以上ということで、これは、日本国内の作曲家において堂々1位の記録です。はい、桑田佳祐、小田哲郎、小室哲哉とか、そういうのよりももう余裕で多いということですね。さらに60年代から2000年代まで5つの年代全てでチャートの1位を獲得していると。まあ息の長さっていうところでもね、突出していると言えますね。でこの人ね、ずっと流行のブラックミュージックをね、研究していたことで知られてるんですよ。例えばね、サザエさんのオープニングテーマ、これも筒恭平なんですけど、これね、意外と知らない人いるんですけど、知ってました？はい。まあ、筒恭平好きな人だったら知ってるか。はい。サザエさんのオープニングテーマはあれ、モータウン的なリズムを使ってるんですね。まあ、こうしたね、ブラックミュージックのこだわりが特に強く感じられるのが、筒恭平、ドクタードラゴンという編名でね、活動してたことがあるんですけども、ドクタードラゴン&オリエンタルエクスプレス。こちらのね、メンバーがすごくて、後藤嗣俊、鈴木茂、林達夫、矢野明子ということで、76年にシングルセクシーバスストップというのをリリースしているんですが、これがね、当時アメリカで流行ってたフィリーソウルを参考にした、まあストリングスがね、美しい、まあそういったナンバー、さらにね、アジアンテイストを加えてんだけど、まあ欧米人が見たステレオタイプ的な東洋像を自らね、取り入れるようなサウンド。これってちょっとさ、細野晴臣とか YMO が後にやるサウンドをある意味先取ってる、内容と言えるかもしれないですよね。そしてね、筒恭平編曲家としても歴代4位の記録である3700万枚以上売っているんですが、これどういうことかっていうと、作曲家としての
の、ね、記録と倍近く差が開いているんですよ。つまりキャリアの半ばで編曲をね自ら行わなくなるんですね。80年代に入ってから外部の編曲家を使うようになるんですが、これはね推測なんですけども、多分自分の編曲がこう同時代的にちょっと遅れてきたと自分で判断して、ある種編曲の部分を潔く他人に譲ることで、もうメロディーを作ることに集中して、さらに息の長い活動を達成したと言えるのかなと思います。まあこの判断がすごいよね。だってさ、編曲家としても3700万枚以上売ってるんですよ。普通だったらさ、やっぱちょっとプライドとかもあるから、もう俺は編曲なんかやらないみたいなさ、言えないじゃないですか。ただね、ここでね、あの外部に委託するようになるんですね。まあだからある種この時期以降を筒美京平の第2期と捉えることもできるのかなと思います。僕がね特に好きなのが90年代の楽曲なんですけど、ミーシャに提供したスイートペインというナンバーで、これがアシッドジャズなんですよ。あのジャミロクアイみたいな感じ。この間ね DJ であのジャミロクアイのカンドヒートとこのスイートペインをね繋いだんだけど、ベースの音の処理とかで、まあね近いですね。かなり違和感なく繋がったなというね、印象を抱いたんだけど、いやだから本当にずっとね最先端のこういったダンスミュージックを解析する姿勢、これは90年代の末まで変わらなかったというか、もうキャリアを通して変わらなかったと言えますね。そんな筒美京平の最後のチャート1位が2003年 TOKIO に提供したアンビシャスジャパンということで、すごいよねこれね。まあそんな国内最高のメロディーメーカー筒美京平なんですが、海外のさ最高のメロディーメーカーっていうと誰が思い浮かびますか？スティービーワンダー、ポールマッカートニー、ポールサイモンとかね、そのあたり結構ヒットで上がると思うんだけど、なんかこの作曲家作詞家、まあそういうのが分業体制で根強く残った日本だからこそ出てきた筒美強兵じゃないですか。このさ、日本最高のメロディーメーカー、それをいろんな、歌手ミュージシャンの楽曲としてアラカルト的に楽しめるっていうのも、まあ、ある種なんでしょうね、この邦楽ならではの面白さと言えるのかなと、思います。ということでいかがだったでしょうか。今回は、シティポップ、そして筒美京平について語っていきました。この動画のベースとなった私の書籍、日本の歌、音曲と楽器と芸能にまつわる邦楽通信、ぜひ手に取ってもらえると嬉しいなと思います。そんな感じでミノミュージックでした。それでは